最初にお願いします。愛先生様、あなたがこの証しの時導いてくださったありがとうございます。どうぞ語るべきことを語っていくことができますように主を導いてください。イエスキリストの名前に通してお祈りします。アメン。皆様のですね、取りなしのお祈り本当に感謝します。今回内容がすごくとてもですね濃くて、いろいろあったんですけども、その中でもいくつかご紹介したいと思います。今回はまあ僕はザ・ビジョンというゴスペルのプロダクションのスタッフなんですけども、向こうで音楽プロデューサーの EJ さんとですね2日間にわたって、この著作権のこととかですね、アメリカでのこれ活動を今後する上で必要な事柄っていうのをですねすごく詳しくですね話をすることができました。本当時間を取っていただけて、本当にその話をすることができました。それとですね、路上の方の 副責任者になってたんですけども、皆さんが食事に行ってる間にですね、山川さんとちょっとあの路上でデビューすることもね、できましたし、また路上で出会った日本人のシンガーの方なんですけども、ゴスペルショーケースの方に来ていただいてですね、本当迷って、都ホテルっていう2つ、いつものアズサストリートの方もあるんですけども、あそこに最初行って、間違いに気づいて、そこからタクシーでわざわざこちらのハイブリッドホテルの方まで来てくださったということで、で、心ゴスペルも来たいということをおっしゃってたので本当に感謝します。それとですね、今回初 PA を私担当させていただきまして、各集会の正解のこの全部、PA をさせていただいたんですけども、実はそれから1週間ぐらい前、この話が決まる1週間ぐらい前にですね、ビジョンの方でもザ・ビジョンの方でも誰か PA ができた方がいいよねっていう話があって、で妻から、じゃあ祈ってみたらって言われたので、それでちょっと実はもし PA が見心だったらば練習する場を与えてくださいっていう祈りをしてたんですね。そしたらまさかですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプ その本番というかですね、その状況の中で特にゴスペルショーケースがあるわけですよね。そこでまだ僕つまみも何も触ったことない人間がですね、突然そういう奉仕を与えられまして、で光牧師とですね、ヒロ牧師に連絡で LINE で連絡しながらですね、やらさせていただいて、本当にピーという音も出なくてですね、本当に助かりました。神様のご計画に本当に驚かされています。感謝します。愛聖様、この証をありがとうございます。イエスキリストの名前を通してお願いします。アメン。愛聖様、感謝の賛美とリバイバルキャンプにあなたが加えてくださったことを感謝します。どうぞ今日は明かしすべきことを明かしていくことができるように、主が導いてくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。まず最初に皆様のお祈りを、問いなしを本当にありがとうございます。それで、強く感じたのは、本当に神の言葉ってすごいなって、神の言葉があるのとないのは全然違うなって思いました。感謝と賛美とリバイバルキャンプに導かれていると思いはあったんですけども、言葉を求めてなかったので、神様に日曜日の朝祈り求めたんですね。言葉を吐き、行くなら行くってはっきりくださいって祈った時に、それが3月18日だったんですけども、ちょうど谷口牧師夫妻の安修式で主が降りるようなのですって言葉が来て、あ、これだって思って、それからちょっと真剣に、それが8日目だったんですけど、出発の8日前だったんですけど、それから信仰の歩みをやっとしだしたところだったんですけども、今回のキャンプに加えていただいたんですけど、その前にその主がおいでようなのですということと、安心してきなさいという言葉を2回語られたので、何があってもとにかく主が行けと導いているから大丈夫と思って、進むことができました。でもただ実際はチームと同じホテルにはなれませんとか、飛行機は今忙しいので自分で探してくださいって言って飛行機を自分で探すことになったりとか、皆さんでロサンゼルス空港に集まってきてくださいとか、どん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 来て、それ以外に向こうに行って食事どうしようかな、食事代どうしようかなとか、いろいろこう個人的な悩みを抱えてたんですけれども、でも結論から言うと、何も思い煩うことはなくて、神の言葉は正しかったから安心してきなさいに、それにちゃんと乗っとけばよかったなっていうのは反省としてあります。ゴスペルショーケース特にお祈りしていただいてありがとうございます。今回こう出たチームがどんどんこう伸びているっていうのを感じたのと、英語で歌われてたので歌詞が伝わったんですね。だからこの曲作ったのは誰ですかっていうような反応が、ブラザースティーブからも反応があったんですね。だから英語で歌うことによって安らぎの歌とか、風の響きとかの良さっていうのがこう浸透してきてるっていうことともに、あと一般の方がね、さっき佐藤牧師が言ったように、一般の方がハリウッド路上かとか、朝の牧師の、おじさんおばさんとか、一般の方が来られてるんで、一般の方々も引きつけるような
そういう形で、やっていくこともできるのではないかなと思いました。あとはいろいろと切り替えないといけないことは切り替えていけないといけないということを妻と最初から話をしてたんで、そういう語りかけがたくさんありました。お祈りします。愛する様、今回のキャンプにあなたが導いてくださったことを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。します。 Bless your holy name を演奏賛美します。